前にコンビニ作れば売り上げがそれなりに約束されそうな駅で行かなく売り上げが、コンビニお店もないのか、柏、柏なったよ、柏レイソルの柏ですね。で、これはチケットショップ、何のチケット、ちょっと人はそこにいるけど、あ、申し訳ないが、こんなところ住めない、金券ショップか、誰かいる、いや、これはあれ、これってわらわら切符じゃないのかな、駅での払い戻しはできませんっていうのはどういう意味あれ、駅で払い戻しができない、鉄道の切符、いや秋葉原とか書いてあったんで多分鉄道の切符だと思うんですけど、金券ショップ駅前に、しかも自販機で、つまりちょっと安いけど、払い戻しできないリスクがあるということですか、駐車場の目の前に駐車迷惑ですって書いてある、近代ダメだろ、建物自体がラフや万博終わって20年以上経つのに詐欺師、20年でもなんかどんどん増えつつあるような感じ見えますけどね、回数券、あ、どうだろう、どういうことなんですかね、ダフ自販機、ちょっと変わってますよね今の写真で、後でちゃんと見てみよう、近くに人がいたから長いできなかったけど、ひばりが鳴いてますね、バラ売りってなんか大ピラにやっていいことなのかな、ああでも大きな都市に、これからじゃないですかね、うん、駅の中にも電車は迷惑ですって看板だ、電車はヨカトピアって、そうやったな、行ったことないんだけど、九州の福岡のヨカトピアですよね、でこっから南下ですね、まあ普通にこれまっすぐ行きゃいいか、つくば、そうなんですか、生活感のない駅前だ、なんか流行りの竜巻とか話題になってる、減ってる、あ、取り手つくば線、でもなんかまた道路作りつつありますね、ここにもうダメでしょ、ここもうって竜巻が多いのかな、静かで良いと思うけどな、うん、流行りじゃないんだが、あれじゃないけど、なんか話題として、地震と豪雨、うん、いつ、この辺はもともとのうちだから仕方ない、むしろここまで整備されてる意味がわからない、きっと大陸の人たちが買い占めていくんだろうね、買い占め、エクスプレス開通前に不動産投資したヤシはがっつり儲けて、とっくに火薬、乗客、まあこれからの街です、これからだと思いますけどね、松路は多摩センター見れば一目瞭然、多摩センター流行ってると思うけどな、うん、ああちょっと今よく聞いてなかった、ああそんな暑くなくていいな、走る分には車前提の街づくりするからこんな風になっちゃう、でも車前提にしないのも難しそうですけどね、鉄道とかバスが、経済、街路樹がよく育ってる、多摩センターはまた再開発の動きが出てきている、韓国が1日、日本も中国も韓国語の街が出来上がるんです、イカ役街が、でもそういうのは本当に移って住むかという、路上の雑草がものがなしいね、多摩線は駅前だけでしょ、周辺は老朽化、周辺は、あ、そうですかね、ないのは水の確保の問題、私は多摩センターのあたりってなんか八王子の周辺ってイメージが、八王子とつながってるイメージがあるんですけどね、全然違うかな、次に開通するのはどこだろう、開通、先回りして買い占めとかないと、雑草力強い、わら、雑草確かによく生えてるな、さっき除草していますっていう看板が立ってたから、これからメンテするんですかね、ちょうど人が住まなくなると割と早く自然が息を吹き返す、
除草するの？除草していますって看板がさっき途中で立ってました。高島平って今どんな風なの？高島平ってどこだっけ？除草中。草刈りの時期なんだよ。でもこれもう歩道入っていいかな。もっと。こんだけの二車線。ああでもなんか砂利が。なんだこの砂利。除草中。高島平は老朽化が進行中。整備されすぎ。いやーまるで群馬みたいな風景だね。罠だ。罠。そう予想外のトラップが。砂利トラップ。パッと見舗装と見分けがつかなかったけど。まさか歩道が半分あの砂利道になってるとは。砂利というかあのまあなんか細かい砂利が敷いてあるんですけどね。いやこれはあの老朽化とかで砂利道なんじゃなくてなんか整備中なのか何か意図があって砂利がひあの敷いてありますね。砂利が。あ、流入。照り返し。いや、ちょうどこの半分境に砂利があるんですよ。舗装前なのかな。いや、日射は、ま、あの綺麗に半分過ぎますよ。あと砂利も揃いすぎ。なんか意図があるんだと思いますよ。わざとというか、うん、納豆か。それは割と、わかりやすい。再開発中止の爪痕。汚れた水を集める管の取り替えを行っています。わかりやすいですね。で下には下水道管橋括弧改削工事。わかりにくい説明が下にある。あこういうのわかりやすくていいですね。水戸なら校門ゾーンもあるよ。小学生にもわかるような説明。汚れたもひらがなだし。今月中ですね。もう今月か。納豆って水質浄化に使うのですか？ん？ちょっとよくわかんないです納豆の話は。で前方に歩行者発見。汚れたカンナオと納豆はわらび菌がいます。納豆そうそう今朝の NHK の小さな旅でやってましたよ。あホテルの朝ホテルの部屋で見たけど、あの納豆手作りしてましたね。本当にただ藁の上に大豆並べてまた藁を上からかぶせて置いとくだけで納豆になるんですね。納豆は水質浄化すごいんだよね。水質浄化。いや、火の消費じゃない方。うわ、何見ましたって聞きそびれた。納豆カレーも私結構好きですね。ココイチで一時期は納豆カレーばっかり食ってた。セブンイレブンだ。納豆の粘菌はすごいらしい。広々してていいな。納豆の粘菌。菌ですね。プラモデルは、社会人になってから触れたプラモは、あの 3D モデリングの元ネタにしようと思って作ったオスプレイとフランカーぐらいかな。作ったというか買ってきて組み立ててない。菌は、うまい棒。納豆カレー結構うまいですよあれ。ん？どこに行く？月。偽物。あのなんだっけ。あと純正だけど偽物っぽいやつもありましたね。ジュアッグとかアッグガイとか。なんであのアッガイシリーズっぽいのが多かったんだろう。あの公式パチモン的なやつ。これはまだあれですね。あの歩道ができてないな。これは歩道がこうなったっていうのを考えるのはちょっとおかしいから、歩道がまだできてない。土のまだそこは土です。びっくりマン。ハリアーも墜落しまくったよな。ん？ハリアー V トール機ですね。確かこの道路も開通して間もない。あれは募集したんだよ。ボンボン高で現地に帰ってるんだよ。オスプレイは操縦が難しいから墜落してる。オスプレイの話つながりか。ヨーグルト大
べると治るヘリコ。ヘリコプター兼プロペラ機みたいなやつ。垂直離着陸は危険。もしかして三つ街道へ行くの？三つ街道、どこ通ることになるかよく把握しておりません。人がいないから歩道を作る意味を失った。でもそこでもなんか造成みたいなのやってますね。違うか？まああとはバブルとかあの辺りの話が絡むんだろうな。バス停に、ああ確かにこの辺りで夜明かりをつけてると大変なことになりそうですね。やっぱり造成してんのかな。これはこれも住宅地作ろうとしてる風に見えますが違うかな。なんか書いてあるわかりやすい。住みよい、住みよい宅地を作っています。宅地造成、道路改良、舗装工事。この辺りの看板分かりやすくていいな。造成、造成で合ってた。誰の？あ、つくば未来っていうのがあるな、この先。ドッキリカメラ用の落とし穴だと思ったよ。落とし穴。雨は大丈夫そうだね。まだ雨大丈夫そうですね。でもちょっと黒い雲があちこち見え始めたな。わかりやすい。つくば未来って南アルプス市みたいやな。南アルプス。つくば未来市なのかな、それは。つくば未来町？つくば未来村？うん、オフロードありますよ。あっという間に緑のだね。つくばより未来で。緑の。安くなったとしても、できれば少しでも福島から遠くに住みたい。福島から。まあいいや。なんていうか、原発の被害からはるか離れた人の方が余計騒いでるように見えることもある。そういうのは結構、本当に昔、なんだっけな。あれ？なんかアップルストアみたいなのがあるな、あそこに。リンゴマークがある。まあでもそれはそういうこと言ってる人が目立ってるだけだとは思いますけどね。そうだね。西日本の人の方が騒いでる。アップルストアが。iPad 並んでニュース。線路越える前に引き裂かすか。やっぱ騒いでる人が目立ってるだけですかね。ツイッターとか見てると本当に。でもツイッターどちらかというと私みたいに騒いでる人を叩くみたいな。ことの人の方が多いかな。抵抗が。私は多少害があってもそういうの気にして排斥する方がその現地の人に対して被害があると思うから、多少害があってもね、いやそれも程度問題だけども、私はなんかなんていうのかな、なんていうのかな。本当になんかその情報が広まって、どこどこは危険だというのを言いふらし始めるのが嫌なんですよね。ただそれを抑えつける私みたいにただ言うな言うなっていうのも問題あると思うけどな。今日のご飯。魚はやばいな。もうすぐ12時か。お。ここから左に。あれ？まっすぐで緑の駅って書いてあるな。
こっちが緑ね、これこっちでいいですよね。緑のタワーズマンション。名古屋は全然騒いでへんで、県最近だから大丈夫なんだよ。嘘がいけない。仮に雨が降らなかったとしても絶対家まで帰り着かないと思う、このペースだと。おお、早い早い。でも短い。店を。ここもまだそんなにできてないですね、店が。そう、帰りはどっかから列車輪行します。つくばす来てる。タクシーのみーちゃんのサラメシが紹介されていかやく。サラメシって何ですかね。中山って下総中山じゃない方の中山。中山に全国は、中山は全国にいくつかあるんですよね。今3、4両な感じでしたけど、6両もありましたかね。休日の生みたいな駅だ。言うの2回目。まさか秋浜で走ることになるとは。なるとは。これ20ある駅のまだ17、20、19、18、17、まだ5分の1しか来てない。いや、ちらっと見えたんですよ今。ファンタグラフが 1,2,3,4 個見えるから2両か4両かな。え、サラメシ料理の名前じゃない。16くらいは、あ、1から6までってことか。まあそれにしたって4分の1ぐらいしか来てないわけですよね。で、こっからだな。どう行くか。全国のみどりさんが所有権を主張。あ、サラリーマンの飯の役なのかな。森山であと3つ。あと2つ。あ、次じゃないか。さて、こっからどう行くかですね。サラダ飯。で、今、全く同じセリフももう一回言ったな。ラジエターにみどりさんが入ってる。とりあえずは、単純に、ルート検索で、東側ですか。東側ちょっとガーミンの、ああ、ゴルフ場を通るってこれか。県道3号ですね。地図駅も出てます。似てるか。守谷駅までの単純なルート検索の結果だと、どうここへの道順、ガーミンよりガイガーつけて走れよ。ハバネロボリボリ見ています。やっぱりこれ常磐自動車道かっこ有料道路通ってるな。つくば未来市ってかっけえな。森明に豚骨ラーメンのお店あるね。白い力持ち。西に 4km くらいで水街道駅。4km で水街道駅。あ、本当だ。ああ、そっち側に行くという手もあるな。ちょっとゴルフ場の中通るより西に向かって一旦関東上総線にの三街道駅に向かうというのも良さげですね。三街道は何もないぞ。三街道何もないですか。今日大体そういうとこばかり行ってますけどね。そっち側行ってみるかな。サイクリング気分でもリアルで、リアルで欲しいもっすか。三つ街道何もないから走りやすいということも、うん、もちもち私何もないとこ好きなんですけどね。カップ麺あったよね。ここも何もないで、問題は橋じゃない、川どこで渡るかだな。あ、ここ渡れそう。つくばの未来って何もないんだね。あ、これいけるな。総線って駅ビルに突っ込んだ鉄道だっけ。どっちかの沼行こう。霞ヶ浦の大前でこの辺にご当地なんてないよな。わら、それさっき走ってきた道をまっすぐ行って、で途中川渡って三街道の方が、じゃあそっち行ってみるかな。つくば未来市はやっぱつくば未来市なんだ。あとですね、ちょっと気になる建物が今あったんですけど、地図見るとワープステーション江戸ってのあるな。何これ、遊園地マークかこれ。ワープステーション江戸。ワープステーションに行ってみたいが遠いな。砦国際ゴルフクラブの南側にワープステーションがある。ワープできるんだよ。ワープ。こんな
あの G カタパルトみたいな感じで、いやそれもゲームネタか。東京の土管に出ます。お宮は納豆。東京、あ、土管に、なるほど。チュチュンチュチュンチュチュンっていう効果音で。ワープステーションだとこれで2次元に行けるのか、わらわら。ワープステーション次元かかるんですか。時代劇のロケ施設。またあった。間宮林蔵って、あの地図の偉い人ですよね。水街道って読むのかと思ってた。私もあと水街道か水街道かと思ったら三つ街道なんですね。はい、あ、バラ売りってちゃんと書いてあった。 TX 回数券バラ売り。こんななんか、なんていうか、駅に対するあのパチンコ屋の換金のあれみたいな微妙な立地。本当だ、空き箱回収ボックス。空き箱回収ボックスって何ですかね。何の空き場所。空き箱、分かりやすい。うさんくせい。いいのか、ダブルバラ売り。いいのか。変わった自販機。わら、焼くの分からない自販機が多すぎ。わら、NHK なら需要あるな。クリエイティブのこれなんだっけな。クリエイティブのやつなんていうシリーズだったかな。ちょっと便利やな。なぜウェブカメラが、あの、自販機の中からこちらを見ている。そういうサインかどっか走ってる時にも、なんか自販機にクリエイティブ、あ、こっちにもある。ウェブカメラ、ウェブカメラ、ほらウェブカメラ仲間、ほらほらほらっていうのは向こうに向かって私今行ってるんですよ。監視カメラじゃないですか多分。で、本自販機はチケットショップポジトロンじゃなくてポジトーンが運営しております。 TX 駅および他テナントは関係ありません。あ、やっぱり。で、コーション GPS 監視中。 GPS 監視中、どういう意味なんだろう。マイクあるかもしれない。定点、あ、でもこれしかもこんなところに、このところから電源取ってる。向こうのリスナーバカ受け、わら。向こうのリスナーいるのか。から外を見るお仕事です。監視中。ブプスで何を監視。すごいな。わらわら。ブプス。わら。箱男。バラオリ、バラオリ。ストリーミングしてんのかな。ブプスの意味がわからない。今来た人たちも、あの、なんだこれっていう感じで見てますね。ロボさんのブプスが監視される。わら。ほら、若者たちが。こんなもん持ってかねえよ。わら。じゃなくて買ってるんだ。帰り対策です。わら。切符買ってるんだ今。自販機ごと盗むやついるのか。私みたいになんだこれって見に来た人じゃなかった。リアルで使ってる人だった。いいのか、いいのか、あれ取られることを想定してるんですかね。すげえ。時にネタ披露に来た人かと思ったら本当に使ってる人だったよ。じゃあ剣道に戻りますかね。すごいな。チケット購入者、若者たち、購入者でした。犯罪者、わら、使えるのか、わら、逃げろ。あれってなんか法律的に問題あるんですかね、バラ売りするのは。闇チケット、常連さん、ロボさん取り残され。さっきの万博駅だと目の前にありましたけどね。向こうが普通だから、わらわら、家が結構あったな。おまわりさん呼んでこよう。ちょっと敷地内失礼します。仲間内で、ああ、ですよね、多分。ロブスの子会社がやってたりして。使えるよ、大丈夫。大丈夫ですかね。違反ならチケットショップ成り立たない。チケットショップ、ここ、ああ。全然問題ない。おそらくないでしょう。新幹線の回数券とかチケットショップでバラ売りしてるから問題が早く。カレー祭り、チケットカレー祭り、カレー、カレー。氷。忍たまラーメン。ニンニク卵ラーメン、略して忍たまラーメンって書いてある。今のピオ、あれ入るときに前の車に止まってもらってたんですよね。忍たまラーメンって書いてある店の名前はユニローズ、ひらがなでユニローズ。これでいいよな、実は NHK の。そうそう、上かやまる交差点。ラーメン食おうすぎ。あ、さっきのあれですかね。今日のお昼は何じゃろな。あ、そうだ、お昼どうしようかな。千葉茨城に何店舗もあるお店だよ。
降ってきた。降ってきたらもう私はそこであっさり諦めてグリーンコースしますよ。ラーメンが、あ、ラーメン屋さんがってことか。だいたいこの車通りが多いとこだったらラーメン屋さん多くないですかね。大丈夫、まだ雨、大阪。大阪、いや、関東来てますからバッチリ。お弁当買って公園で食おう。うん、お弁当買うのが一番放送的には楽でいいな。店に入って交渉してるよりは。一輪の素早い。降っていない。埼玉。埼玉未来。ん？埼玉。あ。何何。雨だとそうですね、機材ですね。ラージ、あ。つくば未来市に入った。てか、つくば市に対してつくば未来市っていうのは。じゃあ、つくば市の方はつくば過去のしがらみ市なのかっていうのは言い過ぎか。普通、通常配信で読めるかな、これ。つくば未来市です。マークはなんかカモメっぽいかな。鉄くずは鉄源。ネーミング占い雨もあるじゃない。つくば未来市、最近ひらがな多いな。未来都市、うん、ひらがな、なんかあのつくばをつくばって読まれないようにという意図もあるとかいうふうにつくば市のウィキに書いてあった。お、なんか来た、なんか来た。見た目そんな変でもないんだよな。あー、でもあのナンバーがこう起こしてあるレベルじゃなくて、ナンバーがですね、こうなんか空力考えてダウンフォースを発生させるみたいな、そんな感じにナンバーが折り曲げてありました。そんなに自分隠したいのかよ、卑怯者が。なんであのナンバー隠そうとするかな。文毛、文毛か。ナンバーひん曲がってるの嫌いだ。本人に、あ、すみません、それちょっと、それちょっと勘弁です。ゴッドファーザー、それちょっと面白いな。外国の、うん。味噌場屋？味噌場？味噌そばってことか。うん。まあ。あ、そう。食堂か。そうですね。あの大衆食堂的なところの方が好きなんで、そういうのがあったらいいな。だらぎぎ、いや違う、きき、茨城。え、これ食堂ですか。やってなさそうですね。え、そば屋のそば屋、木じゃない。ダメだ、それも分かりませんでした。人生の無駄って結構経ってから分かるのさ。人生の無駄、日曜休みってレベルには見えなかったですけどね。色外し、秋葉原、バハラか。それもいいな。の口みたいな、の口。そうそう。ん？あ、左行くと細い道。あ、本当だ。本当だ。左行ったら細い道だった。リカバー。リカバー。
これだ。リカバー。結構この道がいい道だ。うん？あれ？リカバーという寄り道。あれもう復帰した？ジスタスは。こんだけもったいないな今の道。でこっちですかね。こっちだ。なんだ、あさりこっち来てしまったな。もっと変な道で苦労するかと思ったのに。これ右ですね。ただそこからまた向こうに行く道が面白そうなんですけど、向こう行っちゃダメか。向こう行ったら着かなくなるな。よし、指導ですね。指導ですかね。あの私道ですかね。短かったです。いいね。あとさっきから大とか宿とか、さっき地名に宿って書いてあったんですけどね、つくばみらい市の宿とか、これ逆光で見えないかな。あとつくばみらい市の大っていう、あの無に口の大っていう地名もありました。宿見える。あ、見えました。前静岡県の方でどっての見たけど、土と書いてど。うん、宿。保守的そうなところだな。保守的。三つ街道は古い町なので、うん、趣のある道路もあります。三つ街道、ああ、良さげですね。新宿、宿。宿。あ、そうか、新宿とか原宿は何の宿なんだろう。原っぱの宿。新宿はなんか新しい神殿とかと同じ感じがするけど。宿場町だからでしょ。原宿。食堂とかもありそう。あ、食堂、そうですね。新宿はサメ。薄い。そこら辺。あと子供の顔が分割されてる。怖い。わらわら。今の店よさげ。わらわら。今の店。鳥のおばさん。子供が分割されてる。片桐はいり。誰？わらわら。新宿と言っても江戸時代の話でしょ。そうかっていう。爪か。褒めはるか。いい。薄い顔。スリム。てかマンボウみたいな感じでしたね今の。でこのバス停は1日10本ちょいぐらい。でも土日は4本しかない。ここまで到着してしまった。その造形は無理。無理。なんかマンボウの顔に似てたなあれ。ここあ、宿。ここがえ、新宿、そうですかね。あそこまで切り替えられてしまったらって言っても、確かにあの、下町みたいなところは残ってるんですよね、新宿。綺麗な。あの、1時間の間に2つ以上は数字が並んでない。寂しく、うん、いつなくなるか分かんないんですよね。遊郭、夜遊び用ですね。今福岡島へって書いてあったから寺があるのか福岡っていう。あ、でもここ福岡パソコン教室って名前になってて、中は床屋だこれ。石塚理容室が福岡パソコン教室、一太郎教室兼ねてる。ほとんど一太郎。今一太郎って生きてるんでしたっけ。やっぱ福岡だ。わらわら、うん、福岡でした。一太郎わらわら。三つ街道駅そばにマックがある。福岡花子。今一太郎はどのぐらいのシェアがあるんですかね。ロータス。そう、一太郎花子ロータス。また仕事ではあのは泳げる。筑波学園の裏に影のこの街。でもあの日本語変換のやつはまだ結構あの人気ありますよね。エイトックだっけ。福岡郵便局だ。アトク。エイトック。欧米化。エイトック。変わらない。お取扱い時間平日のみか。日曜休日お取り扱いしておりません。プリンストールされてるパソコン見なくなってしまった。あ、プリンストールパソコンとかあったんですね。明太子は好きですか。明太子はまあ普通に好きなんですけど、福岡郵便局がお休
ご飯一杯につき明太子こう二切れ分ぐらいの比率です。徳島、茨城なのに福岡。一太郎って地方の役所だけじゃね。使ってるの。これ乳首リフトキーボード。表には出てないけど。乳首車っていう専門店があるんだ。明太子、あ、焼いたのあまり食ったことないんですよ。へえ。見たところ畳屋さんとかそんな風情に見えるんですけど、あの中にはいろんな乳母車の最新モデルが置いてあるのかな。かカスタムモデルってことですかね。乳母車をあの要望に合わせて作りますみたいな、そんな感じなんですかね。未来。ロボさんも一太郎使ってるんだよ。気づかぬうちに。明太子で痛風になるんですか。痛風、あ、卵系だからですね。33年モデル。2012年が型落ちして、そういうネタに持っていこうかとちょっと思いましたけどね。一姫二太郎。役所導入メーカーのメンテナンス業が飯馬。党のカゴだったり。あ、富士の、あ、そうかもしれないな。あの。コロがついてるわけじゃなくて、あ、ベビーカーはボタン一つで折りたたみできる時代。ちょっと食っていきたいな、こりゃ。どうですかこの感じ。焼きそば。しかもお客さん結構入ってますね。ワードなんていらん。エクセルで十分。いいお昼です。飽きた。あ、自転車の人もいる。すぐそこに。うほ、これはいい焼きそば。もう焼きそば飽きた。飽きた。そう、飽きたって書いてある。もう飽きたよ。ちょっとこれ入りたいな。少なくともあの放送してなくても絶対ここは入るな。さっと食えそうだし。で、配信に関してはそれをまた放送して OK だったらオンにするという。放送難しいかな。お客さん結構入ってるんですよね。まあダメだったら その旨を運営コメントしてから一旦切りますんで。で、それやったら FMLE も復活できますから。パスタを作れば。じゃあちょっと、一応聞いてみるということで。あ、持ち帰りか。それもあるな。ああ、持ち帰りか。なるほどね。まあ、それも含めて聞いてみるかな。じゃあ、放送がちょっとっていう話だったら、じゃあ持ち帰りできますかって聞いてみる方向かな。それでやってみます。ちょっと今もう読み上げは切りました。じゃあ音と映像一旦止めますね。また後ほど多分復活させることができるでしょう、持ち帰りにすれば。では、よし。ああ。こっちが持ってかな。おお、いい感じ。これは放送しても問題なさそうだな。自転車どっか。だってはこれいいか。で、ポタファイだけ持って。GPS も隠して、よし。じゃあ、食べられますかね。はい、どうぞ。ええ、ありがとうございます。
いね。丸二年。丸二年。田村のボートな。いやあの小木のまでよ。俺もこっち今度はぶつかなくなって。波でお願いします。ヘッドに何がついてるんですか。これあのビデオカメラつけてるんですよ。であとあのまだ今切ってるんですけど、うん、あのインターネットで生放送しながら走ってきて、で今これ食べるところを放送していいですかって聞こうと思ってたんですよ。おどうぞ。大丈夫ですかね。あの他のお客さんの顔映さないようにしますんで。大丈夫ですか。一応許可、そういう許可得てから。どこからしたの。はい。どこから。あ、今日はあの筑波から出てきたばっかりなんですけど、横浜からあの自転車を袋詰めして列車に乗せて持ってきて、で昨日あの筑波リンリンロードっていう筑波山の近く走ってきたんですよ。そうなんだ。よく自転車の人は来るんだけどね。あ、この辺りですか。なんかね、リンリン道路っていうのは土浦から、下崎だっけか下あっ、ですね、岩瀬のとこまで。岩瀬のとこまで。あれ前はあれ鉄道ですよね。鉄道のな。そう、廃線跡の、はい、うん、そう、あそこで昨日ずっと走って、うん、じゃあちょっと放送オンにして、なんか言ってくれるんだわ。なんか自転車乗る人はね、業界では有名なんだところなんですよ。あ、ここですか。今たまたま私は通りかかって、あのインターネットのもやしそばっていうかね、あ、秋田地内だから、一番先に出るのはここらしいよね。そう、あのそっち今裏道通ってきて、この看板見てから面白そうだと思って入ったんですよ。というわけで大丈夫でした。今これあの家で見てる人たちが結構います。50人とか100人とかそんぐらいは。よいしょ。向きがちょっと下向きすぎて、今他のお客さんと話してました。1700円は延べですからね。瞬間はなんかツール使わないと分かんない。じゃあ、ちょっと手と顔を。さっぱりしました。でさっきお客さんが言ってたんですけど、この辺りの自転車乗りの間じゃちょっと有名らしいですね。で、あの、そっか、読み上げはあの iPhone で見りゃいいか。目に見えますかね、読める。で、あの確かですね、腹がまだそんなに減ってないんで小さい方にしました。すごい絵だな。オートフォーカスするか。
すいません。てかこれカメラが近すぎるんだな。これがあの350円の小さい方の焼きそばです。全体こうかな。麺はですね結構縮れ系で、どういう系統になるのか、焼きそばとしては、うん、これが波の350円って台だとどうなってたんだろう。これかなり量ありますよ。じゃああの焼きそば拙者の絵固定の絵になりますけども、いただきます。コメントは一応こっちで見るかな。2個目こ、コメントしとく。機械感読み上げる、読み上げる、危ない危ない、よし危なかった。じゃいただきます。解像度上げとくか。いただきます。今店内にトカゲが、トカゲだ、かわいい。日本トカゲの方かな、あれは。いやカナヘビか。かわいい。まだすぐそこで固まってます。今表に自転車乗りの人が到着。あ、結構なんかニンニク風味がする感じが。この辺り自転車の人ってどの道を走られてるんですかね。よく通りますけど。僕は今あの、ええ、霞ヶ浦のちょっとたもとのところまで行って帰ってたんです、ええ、ずっと遠いって。あ、往復で、はい、あとはこれがあるのかな。もう始めたばかりでよくわからないです、ええ、結構通るなと思って自転車の人が、結構朝なんか通るよね。三つ街道を走ってるわけではないんですかね。あの毛ヶ沼の方から、あ、そうですね、
私はこっちこの辺り走るの初めてなんで、この店もさっき通りかかって、なんか面白そうだなと思って、でこれあのインターネットで生放送しながら走ってるんですよ。嘘、今映してないです、大丈夫です。いやいや、すげえ。でそれであのここにもさっき入って、あのこれ食べてるとこ映していいですかって言って、ああそうなんですか、で見せびらかしながら食べてるすげえすげえん、映らなかったですよね。じゃあもう今日ここまででもう何100キロとか走ったんですか。でも90キロぐらい。90キロ私多分まだ10キロぐらいしか来てないです。つくばにあの昨日泊まってたんで。あ、そうなんですか。つくば駅の近くに、あ、そう、自転車の人が出てますよね。あ、ここですか。うん、自転車やってる人のブログに。あ、結構、あ、ていうかやっぱりこの感じ見ると入りたくなるんですよね。あ、面白そうだと思って。この間来た時にはなんか朝早くだからまだ閉まってた。今度帰りに寄ってみようと。でも今日は天気がまだ持ちそうで。良かったですよね。でもなんか心配しながら走ってるやつ、降ってきたらどうしようと。あれですか、あの輪行袋とか特になしで。あ、輪行袋、やっぱり振られたらもうそこからでも走るしかないっていうことですね。名刺今この流れで名刺渡すのはおしつかましいので。こんな感じの店内です。あ、トカゲもいなくなったな。そう、あのスイカとかのスイカじゃなくてスイカのあのケースがいいですよね。あれ本当のガラス瓶だったりしたらびっくりするけど、今なんか何かの要望が入ったな、スイカか。お給食にはどうだろう。最中です。あのちょっと小さいんですけど、ここに画面が出てて、で見てる人のコメントもここに表示されるんですよ。へえ。であとそれをコンピューターで流すこともできるんです。すごいですね。今こっちからの声が入ってるんですよ。まあ、カメラこっち向けてるんですけどね。で今話しかけたのですごい反応を始めましたね。あのこれ何入ってきてるってこと？ええ、あのこれ映像とあと音聞いてる人が、あの家でパソコンから打ち込んでる文字列なんですよ。うわすごい、こんなにすごいの？いや話しかけたりすると大変なことになるんですよ。あ、そうなんですか。ええ、
すげえ。全然わかんないで、まあ今イヤホンしたら結構言われるんで、ここにスピーカーがついてるんですよ。だから普段ここで音流しながら、やり取りしながら走ってるんですよ。最近こういうことできるようになったんで面白いですね。あ、ちょっとうるさいなこりゃ。黙れ。黙った。僕なんかあれですよ、人のブログ見るのが精一杯ですよ。前はホームページがあって、でブログが流行って、最近またなんかツイッターっていうさらに小さい感じになってきましたね。これ焼きそばにんにくとか入ってるんですよね、この味は。そうですね。ですよね。うん、これ味付けってにんにくとかいろいろ入ってるんですかね。あ、にんにくも入ってる。そうですよね。味が結構いいなと思って。うん、そう、味がやっぱにんにくとか、なんていうのかな、その焼きそばよりも濃いんじゃなくて、なんていうんだろうな、旨味が強い感じがするんですよ。うん、うん、あ、そう、ペペロンチーノとかそっち方面に近い感じがする。コストパフォーマンスでいうとつくばうどんはよりもこっちの方が、まあでもつくばうどんは場所が場所だしな。だってクレヨンさえ美味しかったですよ。うん、ペペロンチーノっていうのはニンニクと唐辛子とオリーブオイルでメインで味付けしたパスタかな。そういう定義でいいのか分かんないけど、住んでるのは横浜なんですけど、輪行で昨日リンリンロードの北の端まで来て、そこからリンリンロード走ってつくば止まったんですよ。まあ一泊するような距離じゃないんですけど、途中いろんな寄り道してったらずいぶん時間かかって、ごちそうさまでした。自転車乗るそういうのはサングラスだと思うんですか。サングラス、
これって1万個ぐらいですよね。僕のは安いから1万個すごそうよ。私かけたことないから知らないんですけど、僕らは8000円ぐらいですよ。ミキだよ、ジェイソンだったらどこしてるやつだよ。それもそんな僕らしないですよ、そんなに全然安いやつだから。うわ、すげえすげえ。ぜひ行こうと見させて。すげえ。まあ、こうやってあの放送とかしたやつの動画とかもそれに載ってるんで。あ、そうなんですか。まあ、今日やったやつとかだいぶ1、2ヶ月経ったんですけど。そうなんですか。じゃあ仕事じゃないんですけど、趣味の趣味の名刺なんで。へぇー。すごい。最初の。あ、そうなんですか。あー。あ、すみません、お待たせしました。僕らね、7万ぐらい。欲しいんだけど、なかなか買えない。7万円飛んだって言うの？でも一旦自転車買ってしまえば税金もかかんないんで。ああ、まず、あ、そういうところはいいですよね。気をつけてやってんでしょ、こういうロードドライバー。そうですね。よいしょ。よいしょ。自転車も、あ、まあその可能性はありますね。増税のお客さん、いや、また今私の他に3人さあ隠しで、じゃあごちそうさまでした。え、ありがとうございます。忘れ物はないはず。自転車税、まあそう、隠しました。うっかり映さないように。美味しかったなぁ。あのニンニク系の味が随分強くて、これ確かにあの自転車乗りの名物になりそうな気がする。あ、さっきの人ルイガノ乗ってますね。あ、フラットハンドルだ。ドロップハンドルじゃないだけで親近感を覚えるのは、逆に言うとドロップハンドルに反感持ってるのかな。ちょっと今一つですね、電波が。移動しますか。自転車乗る矢印から減る数学痩せない。痩せない。ちょっと待ってくださいね。プトプト。ニンニク臭、そう。店の名前がそう、それもあのなんか入りたくなるんですよね。安さ有料か。さてですよね。お店の名前は水門焼きそば秋田。って聞こえました今。はい、ちょっと待てよ。待てよ。筋肉増えて。あ、でもそれはそれで理想的なんじゃないですかね。そう、映像ちょっと今移動しますんで、その前に準備させてください。焼きそばあった。ニンニクソースご飯にかけてもうまいしね。ニンニクソース、あれ今のやつですね。あのご飯にかけてちょっとだけ醤油足せばかなり美味しいと思う。茨城なのに飽きた。そう、多分あの店のオーナーさんというかさっきの人が秋田さんなのかな。でどっち行くんだったっけな。水門は、あ、ですね、今映像が来れば分かると思うんですけど、目の前の川からあの取水口の水門みたいなのがあるんですよ。こういう店いいですよね。あ、来ました。よかった。やっぱりこういうとこ面白いな。あ、そうか、オートフォーカスか。うまかった。そう、キムタクの何が？
ちょっと今フォーカス固定しますんで、ちょっとお待ちを。あ、ここにもありますよ、専門みたいなの。ガーリックポテチをご飯に混ぜるとうまい。ガーリックポテチか。捨てます、捨てます。あ、そうか、画質もそうか。今、戻しますんで。あ、そうだ、あと FMA リーガー復活できるかどうか、どうせだから試すか。まあ、どうせダメだろうけどな。じゃあ、ちょっと、一旦 FMA リー試します。ダメだとは思うが。あ、映りますかね、ルイガの。じゃあ、ちょっとお待ちください。FMA リー立ち上げて。あ、そうだ、角度。これで大丈夫かな。FMA リーが立ち上がらない。立ち上がらない。ちょっと待った、ちょっと待った。公園になってる？ん？あ、公園っぽいですね。向こう側ですよね。向こう人いるし。何年覚えてない。あのパン、今までに食ったパンの数覚えてない程度にメンテしてない。成功したこと確か何度かあるんですよ。ただ FME が立ち上がらないな。ちょっとおかしい。イメージ名で、タスクマネージャーで、どれだっけ、フラッシュメディア、こいつか。しねえ。そう、並350円、大盛り500円です。さっきの人は500円の大盛り頼んでましたね。よし、死んだ。300円。いや、十分だと思いますよ。350円であれ。ていうか、絶対絶対そういうこと言う人は出るのはもう仕方がないから、そういうものだな。あれ？やっぱり立ち上がらないな。あ、いや、立ち上がって。立ち上がった。じゃあ、今、試します。お待ちください。は。ちょっと。はい、いや、よくないですけど。あら、いや、これは成功したのか。成功したっぽいな。奇跡の復活ですか、これもしかして。ミラクルの復活ですか。おお、復活した、つながった。あ、もう出てこられた。さっきの人、機械的、新しいですね。あら、珍しいな、復活した。てか、もしかしてFMLのプロセスちゃんと殺してからやったらできるのかな。次はもう一遍試してみよう。それでどうですか、ヌルヌルでしょう。よし、よかったよかった。いや、この人、さっきの人は戻ってきたところらしいので、これから帰られるんですね。ちょっと次はプロセスをちゃんと殺すっていうのを試してみよう。そう、全然違うんですよ。たくさんに見える手モザイク。じゃあですね、このちょい先、いや、待てよ。三つ街道駅は、奇跡だ。大学巡りでレベルアップした。あ、鎮火橋。できるだけ近くで渡っとくか、この橋、川を。どこで渡れる？
とりあえずそっち画像に行ってみるか。あ、気をつけてありがとうございます。続けば今は末吉です、そう、末吉。あ、あの人あっち行ったな。このまま秋葉原まで行きそうな勢いだ。秋葉原、いやー、降るでしょ、さすがに。降るの早いな、わらわら。そう、さっきの人、大盛り頼んでましたけどね。そう、いいリアクション。なんかあんなにいいリアクションされると恐縮ですね、あれ。この白熊拾いました。川通り用水路っていう覗いに行くみたいですね、これ。来るの早すぎだよな。早すぎ。いや、私がもたもたしてたっていうのもありますけどね。やった。三街道市が、上の国道から行ったら三街道まれで、この先本当に渡れるかな。まあ、いいか。火が、火が。レーサーは走りながら食べるんだぞ。これこっち行けるのかな。こっち。ん？お？これは？この辺は水路と田んぼだけだな。水路、なんか青いみたいですね。すごい黒い煙が上がってるのはなんだあれ。でもうあそこ走ってるのか、さっきの人。はや。今の横切っていくのがさっきの人ですよ。早っ。川沿いで、そうですね。今日自転車で走ろうと思ったけど腰が痛くて歩けもしない。わら、野焼き火事だな。野焼き、いや、あの人は誰でも走るんだね。あの人、いや、どうでしょうか、わかんないけど。もう食い終わったの。ロボさんが遅すぎるんだよ。うん、そう言われました。遅すぎる。そうとも言う。わらわら。よし。戦争だ。戦争ってあれ、群馬の襲来でタイヤ燃やしてるんでしょ。タイヤでも本当にタイヤ燃やしてるかのような黒い煙ですね。よし、この道沿いに行くか。サイクリストのタイプだけど、なんか燃してる燃してる。ママチャリに追い越されても気にしないロボさんがいる。ママチャリに気にしませんよ。のろしだな、のろしです、ね、気づかないふりをする。2人で走った翌日1人って寂しくない？1人、いや、どっちも面白いですよ。どちらでも OK だ。雨が強い。雨はですね、ちょっと雨の感じが感じられてきたかな。少し雨の感じがしてきた。今後ろから車あれいない。さっき来てたのに。ああ。キジがいそうなとこだな。豊臣。夏の匂いが。なんか素敵だな。ちょっと湿度というか空気が少し温度が下がって湿気が上がったかのように感じる。実際には分かんないけど。味噌ラーメン、ライス食べます。北条といえば国分。北条。あんた猫か。猫か。何が。そういえば私は G-SHOCK 系列でプロトレックだっけ、プロトレックシリーズ買ったんですけど、気圧計はまだいいとして、温度計って自分の体温測ってるだけじゃん。あれ、さっきの人が止まってる。地図見てる。さとみだった。さとみ剣でのよし。はい。あ、川ですか。ですね。なん、これ出てるかな。え、これ小貝川です。はい。今お家に帰る途中なんですよ。あ、これ大丈夫ですかね。サングラス状態であれば。サングラスはされてるので。あ、全然いいです。で、どちらまででしたっけ。手賀沼。あ、越谷です。あ、越谷。なんでこれで。ええ。じゃあまだ何十キロかありますね。そうですね。仲間と共にこっちを見ている。イケメン、こん
こんにちは。なんかまだ言ってますね。こうやって今聞いて、でマイクで喋ってるんですよ。そうなんですか。どうも、ありがとうございます。いや、多分お先ほどこっちの方が遅いので、すいません。眉毛が下がってる。じゃ気をつけて。ええ、さっきのあの焼きそばの時の人です。でも年齢はですね、私より上だと思うので、思うのでっていうか間違いないよな。やっぱ早い早いよ。野田で、あの人もここ走るの初めてなのかな。さっきの店もなんかブログで見たって言われてましたからね。50代ぐらいかな、でしょうね。うん、アンカーからなんですか、あれ。クロスバイクで、そうです、フラットハンドル。いや、まだ見えてますよ。まだまだ。まだ私がここから本気出そうもんなら。会社の人は生主と言ってます、自分で。若々しいですよね。やっぱ、30川？なんかさっきの川の名前が分かんなくて、地図見て、圧倒的はどれのネタだったかな。よろしいならば戦争だの人だっけ。いや、私より上だと思うな。カメカメ。でも先に行ってくださいって言ったって前、あの人もそのある程度スピードは出さざるを得ない状態ではあると思う。しかも後ろから映されっぱなしになってるのは意識されてるだろうから、ちょっと悪かったかもしれないな。ちょっとよそ見してますんで先に行ってくださいって言って、しばらく映さない方が良かったかもしれない。うん、そう、絶対ハードル上がったと思う。ただまあさすがにこの速度差だったら、あ、大丈夫だなと思われると思うけど。絶対後ろから映されてたらスピード出さざるを得ないですよね。今私はこれ20何キロだろう。先に鈍行と急行、特急と小特急の違いかな。今スズメ映りました。ヘルメットマウントだからこそああいうのなんか映ると嬉しい。ああ、まだ白い点として見えてます。うん、仲間の逃げる、逃げの逃げは一人。こっちは集団、一人だけど。20キロ以上ぐらいかな、今。そんぐらいはあると思います。多分。焼きそば本当美味しかったんですよ。一口目はよくわからなかったけど、ニンニクの味が美味しくて。追いかけてみない。追う方が、うん。東大に、あの犬吠埼には行きましたね、前。あれいつだったっけな。去年だっけ、おととしだっけ。1年間ぐらいの誤差があるな、記憶に。ああ、こういうの面白いですよね。これ放送関係なしでやってもこんな感じですよ。200人。ああ、そうそう、そういやツイッターで私つぶやいたんですけど、さっきみたいな店で、まあ、さっきのところ多分口頭で問題ないんですけど、チェーン店とかだと結構説明するのが面倒というか理解してもらうの難しいので、この放送はこういうのを使ってやっていて、で、同時に何人ぐらいが見ていますっていう、あの一覧表じゃないけど、なんかパンフレットみたいなの作って見せたら、まあ余計怪しまれるかもしれないけど、まあ、説明しやすいかなと思ってるんですよ。にあたってリアルタイムで何人が見てるかって情報は実は知りたい。確かに動画再生とかやったら、その動画の再生数の変化を見て、そう、それもそう思われるかもしれない。でもなんかそういうのがですね、一目でわかるような、あとそれを使う人が増えてきて、あのまたそういう扱っていうふうに、あのあ、コメペで見られるんでしたっけ。いや、でもコメビューだとあれはコメント数ですよね。そう、アクティブ数、コメントした数じゃ分かんない。
プレイヤー開いてる人が何人かっていうのによるんで、うん、アクティブじゃなくて、放送にアクセスしてる人の数で、私はアクティブの5倍ぐらい、うん、なんかリアルで知りたいんですよね。アクティブの10倍だとするとどのぐらいだろう。私の放送で30分以内で最大のアクティブが100ぐらいいくことあるんで、1000人が同時見てるって あるかそんなことは。うん、本当に厳密な1人単位っていうのは難しいと思いますけどね。三街道駅どっち行ったらいいのかな。まあ道なり行ってみるか。ここは今大和橋。あ、まあでも二窓でもいいんですけどね。二窓でもそれは見てる人に数えます。ご装備見てます。挙手してもらえばいいじゃん。挙手。それ数える方が。30人。10分で60。10分で60も結構多いな。200、300ぐらいですかね。ああ、なるほど。じゃあまあ200、300っていう数字、まあ実際にそういうパンフ作るかどうか置いといて。さっきも口頭で言いたかったんですよね。一応控えめに50人以上は見てると思いますって言ったんですけど、うん、あの放送で、窓に誤爆、なんか昨日から今日の枠にかけて必ず誤爆と書き込む人がいるのはおそらくわざとでございますね。でその人が見てるかわかんないですけどね。米稼ぎは猫とか見せると多分稼げると思うな。猫稼ぐと、いろんな人がニャーと書くから、ニャーとか書くから、ニャーンとかニャーとか書くから。よいしょ。ヤフーニュースで、ヤフーニュースってニコ生がなんか関係してるのかな。ニコ投げ祭り、それもな、それも私はなんか猫投げ猫投げって言ってる人を批判する人間。辰巳対策、ああ、ちょっとこれ分かって右に曲がるからこうかな。ニヤニヤ、あれ横断歩道ないよこっち。いや左でいいのか、左か。お、いらっしゃい。いや、地図の見る方向間違えた。多分こっちだ。そう、マウンテンなのに。そう、横断歩道2回渡ってしまった。あ、そうそう、タイヤ 1.5 インチです。まあ舗装路しかほとんど走ってないですからね。で 1.5 インチぐらいあれば、まあ少々のダートだったら大丈夫。しかも今回予定ルートも組んでないから、こまごま見ながら行かないといけない。そうそう、コンビニのそれ。そういう人あんまいないですかね。前確かコメントで自分もそうだっていう人一人いたけど、これ右行ったら三街道市街って書いてあります。責任人、ああですか。ギって何ですか、偽か。どうだろう、これ右に行ってしまった方がいいかな。ちょっと地図を。三街道駅はマークありますね。ドナルドさんは見えない。人のため。はい、ハイロード。うん、道ですね。うん、ここから右入って線路沿いに行けば見つかりたい。うん。やっぱり iPhone の Google マップの方が見やすいのはどうしても。ルートインのルートって国道のルートですかね。
フードイートも結構あちこちありますよね、ホテル。はい、いらっしゃい。そう、昨日は結局泊まらないはずが泊まりました。今日は泊まらないんです。明日仕事なので。これから雨降りそうなので途中で輪行の予定です。あ、 iPhone マップ見えます、見えます。反射型液晶がどうこうではないと思うけど、そもそもバックライトが強力なんですよね、これは。だから今というか iPhone の画面が野外で見にくかったことってほぼないですね。か、意識してないだけか。ここからサイクルトレインに乗るんじゃないの？ああ、サイクルトレイン。まあでもまだ降ってないから。あとサイクルトレイン乗ってもそこから先パッキングしなきゃいけないんですよね、その路線が終わったら。サイクルトレインは自転車を袋に詰めずに乗せられるやつです。で、本当だな、街並み古い。で、あれここだけか、この家だけか。ちょっと先走った。昔の街道の街並み、街道ですね。集団層を連想する。ああ、東北アメリカはもっと日差し強いからな、人がいない。日差し、どっちが表かな。人間だけだった。列車見よう、列車。標識というか、あのサイクルトレインというのをやってますっていうふうに書いてあるんですよ。そうじゃなかったら基本あの専用の袋に入れて乗らないといけない。お、来た。これが、関東鉄道の汽車だな。関東鉄道の上昇線、1両か、上昇線ですね。よっしゃ。いきなり電柱にもつ煮定食って。どこの話なんだ今の。ディーゼルでしたね。で、あ、ルートインありますね。目立つな。あ、高い。あれ、北総線ってどこでしたっけ。北の方だったかな、もっと。あ、ヨーロッパ、あのデフォルトで普通に乗せられるとこですよね。ん、バスよりは、あ、北総は千葉か。うん、携帯できる状態。あ、それだったらどこでも乗せられます。ほぼ乗せられないところは多分なくて、乗せるにあたって料金かかるところがごく稀にある。天竜浜名湖鉄道は昔いりました。お昼食べちゃった。焼きそば美味しかった。ニンニク風味の焼きそば350円。水門焼きそば秋田さん。北海道はブラジル人。おお、そう、あそこの焼きそば美味しかったです。あ、本当だ、ブラジルだ。このブラジルマークはどういう意味で。スーパーメルカド宝、テレフォニア、インターネット、インフォマティカ、パッセージェンズ、エレクトロニコス、ティポエクスポータカオ、ソフトウェアズ&ポルトグアガーズ。ポルトガルソフトってことか。袋に入れるのは、まあ、原酒ですね。あとゴミ袋に入れるとそれは違反だっていう解釈と、まあ、なんとか水を返してもらえませんかっていう解釈があります。メルカド、あ、ん？ 80？ うん、よく見たら函館って書いてあるな。いろいろと、いろいろとカオスですね。80人入れるのか？ん？ 80 人？ 80 っていうのどこに？おお、あ、2両だ。反対側の2両だった。ん？あっすぐ戻ってきたっていうのはブラジル移民の人たちがってことかな。イカ刺しがうまいんだろうな。最大80人回できるのか。兄ちゃんのは行政でゴミ袋は問題ない。ゴミ袋はそれ論争になるともうどっちが正しいか分からなくなるんですよね。後ろが市街だね。後ろが市街。は行は大きさと
自主的なマナーに頼っているところがあるから、どのあたりが市街かな、空港みたいな駅だな、タクシーは空港みたい、確かになんかよたら長いですよね、駅前が。というかホームのホーム片方ホームにかかってて、片方外に張り出している屋根がある。まあそうですね、 JR さんにあのいいですか悪いですかって聞いたら悪いって言われますよね、当然。駅前が長いって表現でくすとか駅前長いっす、長いっす。下妻物語のロケ地、下妻物語、こっちはあれ、こっちが駅、あこれ右がホームで向こうがあの線路をまたぐ普通の通路で、これが駅なんだ。車輪が、それはちょっと良くないんですよ。ブラジル系か。まあ周りが迷惑してなければってのありますけどね。人がいない。黙認に甘えるのはどうかと思うぞ。黙認に、そうですね。まあ緊急避難のためだったら仕方がないかもしれないけど、ブラジル人を探しましょう。それをあの。どんな場合でも OK なんだというふうに解釈するのは確かにおかしいと思うな。親切に甘えるだけですからね。ムーンライトながらでも自転車むき出しでは行進はアホがいたないから、勘弁してほしい。自転車の地位が下がる。北海道と三つ街道は関係あんのか、朝の山手線ではなんたら街道って結構ありますよね。ブラジル人の方というわけでちょっとパブリックラバトリーに入ってきます。パブリック、違う、 V じゃない、パブリックラバトリーに入ってきます。とりあえずベルつけてから言えよ。ベル、うん、そうなんですよね。行っといで。じゃあ。運転。見に行くのはどうも大してくるけどな。行っといで。わーわーわー。尻から焼きそばがベルついてないのか。パブリックなんちゃら。パブリックラボラトリー。多国籍料理か。駅のトイレとか汚くて嫌や。リトル運転。リットレ。便所の水うまいよね。折りたたみを裸で地下鉄乗ってる人いたな。リトルってどういうことだ。わら。監視。うまいんかい。理路上。あ、リトル。ベルつけてないのか。ピストみたいだな。配信でベルつけてない断言してて決まり、うんぬん言う資格あるのかいからく。自転車は監視します。もうトイレ行っちゃったのか。もうロボさんがトイレの根付くんでくるようにしか見えない。笑わいからく。ベルとピスと関係ない。ベルはつけないといけないですね、法律上。ブレーキレバーに。そう、鳴らすシチュエーションがほぼないんで、あの、つけないんです。つけてないんですけど、法律的にはつけとかないとよくないですね。そう、ベル鳴らしたら私負けだと思う。あと向こうにビジネスホテル三つ街道っていうのがあるな。ああいうところ見やすそう。あとですね、意外とこの読み上げ、その公衆便所の入り口でも聞こえた。確信犯、確信犯はその方が正しいと思ってやる意味なので、定義か、そんなことは。すいません、確かにあのつけないと言い訳できないですね。とにかく小さなやつでもいいからつけとくか。ブラジル、でもブラジルの人って割にポルトガル語での兵器とかはないんですね。あの兵売の兵の兵器。ベルの話熱くなってました。すみません。じゃあ今度つけときます。やっぱり。鳴らすもん。あ。これもまたコンビニ跡地だ。これはローソンかな。うん。とか、あ。提灯設置中。うん、反射板ないと成立上で、一応後ろあるんですけどね。でも歩道徐行も絶対鳴らさないですからね。歩行者に向かってあの自転車がベル鳴らすのを見るだけで、うわ嫌だなと思ってしまうんで。
まあ本当に鳴らさなきゃいけないっていうのは何だろうな、山の中の急カーブで鳴らすくらいかな。歩道では絶対鳴らさないですよね。あ、ですよねっていうか鳴らさないです。私は、あ、しまった閉まった。取り込んできた地図の生態に来てしまった。こっから西にあの GPS の地図がない。やっべえやっべえ、しまった。西の外れに来てしまった。東京の方に近づいてくるなんて想定してなかったからな。白い箱のボタン、しまった。で、まだ森には着いてないですね。そういや私は iPhone で見ればいいんですけどね。でも iPhone のマウント今回持ってきてないんですよ。鹿島、鹿島つくばエクスプレス沿いかな、やっぱり。どっちにしろ手賀沼の方に行きゃいいんだから。ん、ラッパ本、ラッパーよう。簡単に、ですね、ツールを今ダウンロードしてきて、ダウンロードしてきて30分ぐらいかければ結構な範囲取り込めるけど、まあ iPhone があるから大丈夫です。でも本当にこの地図見ずに、あ、待てよ、あ、ダメだ、これ下を操作してしまうな。こう、いやダメだな、フォルダー買おう。まあ大丈夫大丈夫、どうせ GPS なんてそんな見てないんだから。こっちに向かって道なりにしばらく大丈夫ですね。あ、天引観音の広告に載ってる。ガムって、いやちょっと考えたんですけどね、考えたけど下の GPS の操作ボタンを押してしまうことになるんで、で GPS はオンにしとかなきゃいけないんで、いや、まあそうですね、 GPS あんま見てないんですよ。そう、軸と言うと思ったからさっと通過した。軸軸、まあ見ますよね。輪ゴムにしてもやっぱ下のボタンを押してしまうので、この GPS ってあの操作するスティックが出っ張ってるんですよ。頭の肘かた。パール。ナブ。いや、いや、それなりに便利ではあるんですよ。それなりに。あとこいつは、あの、20時間ぐらいは持つので、これ、昨日からまだ電池変えてないんですよ。どのぐらい持つかはあのテストしてるんで。昨日が8時半から、夜どうぐらいだろう、10時間12時間ぐらい使ったかな。で今日朝9時からなので、多分夕方4時5時ぐらいまで持つんじゃないかな。土日で炭酸2本で済む。じゃあこれ沿いですね、ずっと。よっ、うん、地図。ポケットで、iPhone 市街地だったらって感じですね。電波が通るとこだったら。でも iPhone もあの画面つけっぱなしだと結構電池食うんで。ただ読み。まあそれはありますね。前それ一遍やったことある。あの GPS 持ってくの忘れてて、守谷まで行って、そこからまだ行けるとこまでかな。雨が、あ、そうだ、しばらく雨見てない。ちょっとどこかで止まってエクスバンド見よう。あ、旧道、上層線沿いだと柏の方に出るんでしたっけ。あ、そうですか、雨雲。そう、電池の持ちがむちゃくちゃいいんですよ。あ、パール、ディスカウントストアの名前なのか。
まあ、これもビジネスホテル、すごくビジネスホテルっぽくないけど、ん？上層線がどこまで？今これ上層線沿いですよね。ああ、GPS はソーラー充電いけるかも。よく考えたら、この今日は自分の家、このガーミンの消費電力考えたら、これって太陽電池で持たせられるんじゃないかな。これはいけるかもしれない、確かに。で、トマト。でも、あ、そこ若枯れてたればいいか。電波かな、FMAD かな。お疲れ様です。ダメかな、復活しないかな。しばらく行って復活しなかったらチェックしてみます。うん、パラッときたな、パラッときたな。お、保線区だ、保線区だ。なんか来てるな。はい、ってことは、あ、おお、ちょっと、あ、古い列車あるな。うんと、あ、FMLE だ。FMLE だ。一旦プロセス殺してやってみるか。いや、消えてるな。プライマリなんちゃらか、女性。お、そういうことか。あちゃー、どうだ。プロセスやっぱりちゃんと殺せてるな。更新すると真っ暗だな。あー、ダメだ。今度は復活できませんでした。復活できませんでした、残念。通常配信になりました。あそこになんか保線区みたいなのがあります。あ、なんか上向いてんな。よっと、あそこ、あそこに保線区みたいなのがある。あ、車両基地か。なんか結構古いやつもありますね。モザイク、モザイク、そうです、申し訳ない。でももうどうしようもありません。さっきのプロセス殺すっていうのもやり方が通じなかったんで、で、ですね、そう、チューブルの電車です。ちょっと待ってくださいね。よっと、ピントどこだ、これ、この辺りか。ディスプレイ、こう、こうか、こう、こう、こう、この辺りかな。取らないです。なんか古いのがあるんですよ、奥に。どうだ、この、これかな。ちょっと色が古っぽいやつが。おー、利根川渡ろうよ。利根川ですか。運転体験やってるよ。あ、運転体験前聞いたの、なんか。スナイパーみたい。デジカメ使ったズーム、ズーム手法でございます。何度もやってるけど。これだと前単眼鏡で光学的にやろうとしたことあるんですけど、無理があったんで、これだとかなりいけますね。あと撮影までした上だともっとズームが効きます。プレビューよりも画質、うん、落ちますね。というわけで、さっき、あ、さっきじゃない、 FMAD が切れる理由はよくわからない。プロセス完全に殺し切ってからだ。ん、まただ。ズームですか。うん、結構本数あるな。さっきからこれで4回目ですよ。多分来るのは右側から。さっき左から1両来たんで。
でもどうもこれ北上する方は2両編成で、南下する方は1両編成ばっかり見えるな。あ、いや、それ逆か。つまりいずれどっちかに車両が溜まりすぎて大変なことに。あ、上向き。よいしょ。そう、この天気で上向いてると真っ白になっちゃうんですよね。真っ白じゃない、下が潰れて真っ黒になるんですよね。大丈夫ですかね、これで。オーダーパケット。そう、溜まってしまって大変なことに。多分右から来ると思うけどな。繋がってれば。来ませんね。あ、逆だった。さっき同じ方向から1両で来たと思うのに。早すぎないかな。とりあえず撮影しとこう。いや、寂しい。まあ天気良かったらもっと綺麗に見えると思いますよ、ここ。パケット数を減らせばいいのかな。あれ？三つ街道まで2両で、そこから先が1両。あ、車庫入りだな。車庫入りですね。誰一人乗ってませんね。運転手は乗ってるだろうけど。ああ、車両基地に入るのか。動いてるの見えますよね。大体大雑把には。で、さっきからパラパラ来てます。来てます、来てます。結構いいとこ見られましたね。じっくり写真も撮れた。来てますよ。で、パラパラ来てますよ。あ、つくば未来市に入った。またかよ。来てますよ。モリアで終わりか、これは。そう、一気に来ると怖いんですよね。まだ天気から行ってそんなに来なさそうだけど、うん、まだ走れる。フューチャースティー。雲より、私本体は防水なんですけどね。でもしばらく沈められてると死にます。銀行かな。でも、うん、なんか一気に来る感じに見えないですね。天気は。あ、橋が。で、原木？私は浸水はしないかもしれないが、しばらく沈んでると息ができなくて死ぬので。うん。かわいすんな。ですね。守谷駅まではどんぐらいだったっけ？うん。ポセイドンだから。でかくて水の中を水、水の中を泳げる。雷か。雷被害に遭ったことってまだないですね。ジップロック。うん。ジップロックはデジカメとか入れるのに使ったりしてますね。今日持ってきてないけど、雨が明らかに予想されるような時には、雨具とかと一緒にジップロックもある程度持っていきます。でもあんまり使い勝手いい感じしないんですよね。うん。あの人いろいろ赤いな。いろいろ赤い。5、6キロ、あ、そんなありましたっけ。地図が真っ白だ。 GPS 地図が真っ白だ。3キロか。で、ちょっと待ってください。こんにちは。うわー、滑る滑る。帰り臨港です。なんか雨が降ってきつつあるんで、そろそろ臨港しようかななんて思っちゃっているところです。ん？あ、これ一方通行なのか。山は北海道の平原とかじゃないなら気にしないでいい。小木ぬっていうなんか可愛らしいのもあって、新守谷があって、で守谷駅か。うん、これそれぞれ一通ですね。ホミツルに切り替え？ん？ホミツル？ホミツル？なんだろう。なんとか銃か。で、今、常磐線沿いを走、常磐線だっけ？常総線だっけ？
それぞれ走ってるつもりです。あ、補佐か。いや、あの別に傘も持ってきてないし、素直に連行して帰りますよ、雨降ったら。じゃり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 、うん。これ上から高速が合流してくるんで、あの迂回させられたんですね今。フェリーからそこまで南下するのも、あと栗浜からの輪行も長いんですよ結構。雨の中でパンクするはまだないな。ちゃんと雨宿りできるところでパンクしたことある。いや、そうじゃないか。雨の中やったことあるな、いっぺん。塩尻で。確かその時あの最短記録と思われる5分ぐらいでパンク修理完了したんだ。いや、5分だったか10分だったかな。最寄りの、できれば守谷まで行きたいですね。多分守谷手前とかだと本数がまだ少ないと思うので。守谷まで行けばつくばエクスプレスにも乗れる。走り足りない。記録更新。パンク修理はまあ。パンクの穴はですね、よほど小さくなければ、予備チューブだけ持ってます。あ、予備チューブ持ってない。よく考えたら予備チューブ持ってきてないな、最近。荷物の中に入れる意識からしばらく外れてた。そういやチューブ持ってきてないや。この間も山陰走るときに私はチューブなしで走ってなかったか。いや、さすがに持っててたっけ。今日持ってきてないんです。まあでも私は基本修理する人間ですけどね。あの穴塞いで新しいチューブは使わない人間です。ボンバーはケチって1個も使いません。そうです、僕は春雨くんというネタは多分通じないと思う、誰にも。あとはボンバーは使いまくって1個も残しません。そうです、僕はスッキリバナナくんっていう、昔ゲーメストっていう雑誌の投稿欄に超シュールな投稿してた人の漫画なんですけどね。通じる人がいたらびっくりするな。で、チューブの話でしたっけ。パッチ、いや、わかんないですね、私は。通じませんよね。あ、タクシー帰りますよ。でもチューブのこと本当忘れてたの、最近。今回本当に入ってないです。そう、ゲームエスト。で、ちょっとびっくりしたことに、筑紫原前行ったことあるんですけどね。もうないです。ゲームエストって雑誌のその投稿してシュールな漫画投稿してたチョッパーマンジって人がいるんですけど、その人のその投稿漫画は一部で人気があったはずなのに、ウェブで探すと全く見つからない。なのであれはなんかネット的に抹殺されたんじゃないだろうか。絶対人気あるはずなのに。あ、うん、ガムテ、うん、そこ、それはけなしてるつもりなのか。っていうか、そういう話を聞くとネタとして言ってるようにしか聞こえないな。リアルで言ってるんだったらちょっとあれですね。アナログ、うん、でもあの頃著作権にしても普通抑えられないもんですよね、ネットでの拡散は。なのに今言ったその春雨くんとスッキリバナナくんの漫画ぐらいしか画像検索でも何でも引っかからない。ん、あ、歩道ですか。そうですね、こんだけ歩道広いからな。どっちも知らない。どっちも、いや、今言った2つは一つの投稿の中の話なんですけどね。あとはミスターペリーの大冒険とか、あとクライムシティとか、
あれもう一つ今言おうとしたのは何だったっけ、すごく面白かったのにな。う、ん？卑猥？いや、スッキリバナナ君と春雨君の話は特に卑猥な意味はないと思います。いや、めちゃくちゃシュールすぎて意味は全くわからないんですよ。そのゲーメストの、その編集者の方もそれに対するコメントが、わけわからん、もう助けてっていう編集者のコメントがついてましたね。ケース電気でパソコン買いなよ。ケース電気昨日泊まった近くにもあったな。あと プロゴルファー骨髄とか。うまい。掘り出し物。掘り出し物だったらあれですかね、ハードオフとかそんな感じのところが。明治電機でラーメン。すいません、ラーメンください。ラーメン。ああ。あ、吉野家のなんか看板がまた色変わってる。オフハウス、うん、一角ケース、ダメー、ん、青い、ちょっと駅見ていこう。小絹駅、え、淀橋の中にあります。え、あ、こっちか。これが小絹駅。あ、ままちょっと八甲線の駅っぽいな。三代角駅とかそんな感じが。そう、せっかくだから駅を見物していくぜ。見物じゃないよ。秋淀限定じゃね。3万回小絹駅。来週は何も考えてません。直前に考えます。そう、八甲線のあっちの方がもっとなんかログハウスっぽくてかっこいいですけどね。いや、こっちかっこ悪いとは言わないけど。新しいですね。あれはちょっと待って、今助けてやるから。そう、あっちと関係ないです。待って、今助けてやる。捕まれ。よしよしよし。助けて、追加使えますか？あるよ。いてててて。でもなんかすごくクワガタとかカブトムシっぽい髪切りだな。使えるよ、ゲーム。よし。虫に優しいロボ。なんだ。よかったよかった。じゃあ、ゲーム、髪切り虫か。髪切り虫ですね。あのクワガタかカブトっぽいなと思ったけど、触覚長いなと思って。やっぱり髪切りだ。ゴキブリっぽいな。こんなカブトっぽい髪切り虫いるんですね。知らなかった。あ、すいません、あの虫耐性ない人すいません。ちょっと緊急だったので、あの駅の入り口で、あのひっくり返ってバタ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 してたんですよ。あ、トンボも死んでる。この駅なんだ、殺虫成分があるのか。登りましたね。恩に切ろ。あの、私が死んだ時に蜘蛛の糸とか垂らしていいから。蜘蛛の糸を天国から垂らしたりしていいから。けなこと。そうそう、糸。蜘蛛の糸って今国語の授業とかでやるんですかね。というのと、あとはあのあれ、カンダタでしたっけ。あの人が踏んづけて、あの汚れてしまうのもあれかなと思ったんで、その人が踏んで汚れが出るのと、私が好きな虫を助けてあげるという一石二鳥だから今助けたんであって、そうじゃなかったら助けないんだからね。ゴキブリじゃないから、髪切りだから。あ、でもそうか、髪切り幼虫は結構そうですね、害虫かもしれない。でもなんかあんまりそんなに大量発生するイメージないんですよね。で、あと、あのなんか手のや歩かれたところが少し腫れてないか。でも毒なんかないしな、髪切り虫。もともとこれは、フリーキップ
もともと何かにかぶれたところを今踏まれたのかな。あ、寄生虫が。というわけで、まあタマムシみたいな感じですね。シフトワイヤー切ってくれるね。切ってくれるって。そう、地獄行き、そうですよ。もちろんそうですかも。そう、虫嫌いな人多いんですよね。日本人虫嫌いすぎだっていうの誰か言ってたけど、本当にそう思う。まあでも仕方がないと思いますけどね。で、これこっち側のこっちの道行った方がいいな。これ裏道ですね。そう、カミキリムシが入体化して。ヤモリいいじゃないですか。家守ってくれますよ。ヤモリって可愛くないですか。可愛くない？ん？国道にですよね。こっちの方。イモムシ。てか虫は別にそんなに実害があるやつは多くないんで、まあ、気持ち悪さっていうのはでも確かに克服するのは難しいけどな。うん。ヤモリそうあの指、あの指ですよね。トカゲよりも目がでっかい感じで。あのプニャプニャしてます。ちょっとヒヤッとしてます。やつら変異動物だし。あとヤモリはですね、実は鳴くらしいです。沖縄でなんて鳴いてたかな、なんかキョッキョッというかチッチッというかそんな声で鳴いてたような。あー ゲジゲジはでも確かに見た目きついところありますね。でもムカデじゃないから。ムカデはやつら噛むらしいからダメ、毒あるからダメ。あれはさすがにあの今みたいに助けたりできない。まあでも積極的にぶち殺したりしませんけどね。あのうちの妹の下の方の妹は本格的な虫嫌いで、虫嫌いというか怖がるっていうよりは殺したがる。あの虫の息の根を止めないとあの気が済まないタイプの妹がいます。お金の毛が割れた。ケーキ屋さんじゃない方の妹がいるんですけど、そっちは虫を殺さないともうダメなんです。あ、そう、足高軍曹私大好き。うん、憎んでる。親の敵でもないのに安心。あ、それあるかもですね。ああ、ここも面白そうだな。新なんとかレバーフライ。木曜日に入荷予約制は何なんだあれは。お惣菜飲むと肉店。ああ、私かまど馬ぐらいまだ平気ですね。あれは気持ち悪いっていうレベルはかなり低い。うじが。お子さんはそのあたり秘密。秘密って言ったってもうあのお菓子屋の妹の方のツイッター見たら一発でわかるけどな。コオロギ、あーちょっと似てるところありますね。カマドウマセムシなのはダメなのかな。セムシとあと触覚長いところが嫌われるところかな。もうちょっとあの丈夫そうな外骨格に覆われてればそんなに嫌われないと思うんですけどね。なんか薄い外骨格だとゴキブリ系に見られて嫌われる。カマドウマでもやつら跳ねるだけでしょう。まあでも気持ち悪いっていうのを否定するのは難しいな。気持ち悪くないと思えっていうのは無理なんで人に対して。私もゴキブリは実はそんなにひどい実害が、まあ、衛生上の話はあるとしても、あの例えば接触したぐらいで触ったぐらいで死にはしないと分かってるんですけど、生理的に気持ち悪さが先に立つっていうのは理解してます。どちらかといえば克服したいけどな。あの動きとかを手で叩けるようにはなりたいとは思う。黄色い、舐めるなよ。まあでも舐めるなよというのもあれだな。毒じゃなければ OK。 ホタル、あるうん、悲劇。うわ、ゴキブリは、ああそれもわかるな。あ、そうか、 X バンド見てなかった。 X バンド、うん、ああラケットありますね。
5機はスピードかな、スピードかな。自転車は左側通行なんだよ。触覚とウェーブしてる。ロイロイ。触覚、そうそう。X1。パソコンテレビ。あくまでテレビであってパソコンではない。やぶか。実際、ああ、そうですね。油、油と汗はまあ。うん。そう。ゴキブリは。いや、かぐ、直接はかけてないです。あ、あれ、セーブ音かな。え、右。右って。X1 って懐かしい名前。X1。その手の話になると。あの、30歳。35歳ぐらいかな、35歳ぐらい あのハイパスフィルターがかかります。この番組にハイパスフィルターっていうのは30歳35歳以上しかわからない、わからないという意味で。あ、意味ないですね。そういや、北海道は札幌の市街地とかだったら飲食店とかいるらしいですね。メインマシン、私実際前メインマシンでした。 PB100 PC1245PC1250、X1F モデル10、X68000 プロ。で、あとは普通、最近のパソコンですね。あ、またエリアに入った。X1 っていうのはシャープのスーパーインポーズ。てめえ、分かってるじゃないか。あれ、セーブオンです。あ、これは。これは右に行った方がいいな。右の細い道行った方が。隣に大ネズミがいることは黙っておこう。大ネズミ。まっすぐ。右の細い道行った方が面白くないですか？北海道も暑いじゃないか。北海道暑い時は普通に暑いですよね。トラックタク。右の道、これバス停からの途中に。ペケロッパ。群馬、セボン群馬ですか。あ、そうだな。あの、草津にあるのもセボンだった。シャープのローリングメン。面白い道、右の方が多分面白いと思う。ターボ2、ブルジョアジーガン。なんか飲み物は、いっか、途中自販機で探したいかな。そう、FM タウンズは富士通さん、こんにちは。うわ、野猿街道みたい。ちょっとびっくりした、いきなり。あ、ラブですかね。でもちょくちょく止まってはいるんですよ。ちょっとびっくりしたな。あ、ガリガリ、まだガリガリの気温じゃないな。あ、新守谷駅。あ、まあ新だからいいや。古い方は漏らしたくないけど、新しい方はまあ漏らしてもまだ先がありますから、彼らには。いきなり林の中になったな。こっちはいいですね。新坂。おしこ、何が。このまま。こっちこっち。おお。どこか。雨は大丈夫。雨はパラパラは来てますけど、まだまだ全然濡れるほどの降り方じゃない。話しながらって楽しそうだね。話しながら、ああ、あ、車両基地、沼、沼って。このままロボさんと一緒にどこかに逃げたいです。逃げたいです。私は逃げることができませんが。これ右側はちょい上りですね。右側、これ何の敷地なんだろう。土地区画整理を行っています。分かりやすくない、あんまり。何々を作るためにとか、そういうまた噛み砕いた表現だったら面白かったのにな。今日は風は無風で、特に追い風って感じじゃないですね。松並木で雨に追われてるっていうと風情があるか、あるかな。何も向こうの方に、あの、結構前からありそうな、そこそこ期間経ってそうな住宅地がありますね。あの、
電信柱とかアンテナのあの密集具合でなんとなくそう思う。霞ヶ浦そうかもしれないですね。相変わらずタイトル詐欺のままですが。洪水か。ここは海抜は27メートル。特殊の、あ、向こう変電所がある。虫には優しゅうございます。触れる虫であれば。ムカデとかはさすがに直接は触れないな。そしてゴキブリは単にあの生理的に気持ち悪がってるだけっていうのは分かってる。ミジンコとかは？ミジンコは触れますけどね。子供の頃実家の裏庭のあのでっかい壺みたいな陶器製の入れ物の中にあの泥が、泥の上中であのハスとかクワイみたいなのが栽培されていて、通常そうですか。その中にミジンコいっぱいいました。あの肌色とオレンジ色の間みたいな感じの色で、あの小さい丸い貝殻みたいな形ってやつ。ゴキブリ不潔だけど人間も大概不潔らしいですからね。人間は自分が特に意識してるところだけ綺麗にしてるだけであって、別にそんな人間綺麗じゃないですよね。ほんの 2,3 日風呂入らないだけですぐわかる。特に手が汚いね。あ、手が、あ、そうなんですかね。心が、この不潔。ああ、そう、トゲトゲの。こんにちは。今日もやってますね。今日もやっております。あ、もうすぐですね、守谷駅。ミズムシの、ああ。ネズミレベル、マウスだけにか。ん？何と何か。心か。紙で。っていうか、あの、うんこだって自分との体から出てるもんだから、あんなに汚いものとして扱うのも本当は不自然だとは思います。別にあの、うんこ触りたいとか思わないけど、アドマチ見ました。アドマチが見られる時間に、あの、ちゃんとホテルを取って、その中に入って、テレビの電源をつけて。うん。それは腹の鍛え方が足りないと思うな。そのくらいだったら、そう、免疫。え、そうですか。だって、そう、大腸菌とかいくらでも入ってるじゃないですか。鳥で、いや、結構降ってきたな。やっぱり守谷止まりかな。今朝、嫁してくれた人のところまで半日かけてやってきて、そこで電車で帰るという。うん、免疫つくっていうのは、結構あると思うな。僕が、ちゃんと仕事してください。降ってきてるなぁ。56、いざという時は、運慶を絞って水分を絞り出して飲むんだいから。運慶食べられるようになったらかなりのエコだね。かなりのエコ。涙を気にならないと家まで自走。でも結構本当にパラパラ来てるので、ここまでかな。2時前か、結構早いけど。あ、また金はバイオマス的には最強のドナ。ドナドナ、パラパラチャーハン食べたい。ワンコってなんでパラパラ。運慶のフィードバック、運慶ネタ、それは小学生がうんこネタ好きなのと同じじゃないかな。運慶配信でもいいよ。運慶は栄養ないだろ。わら、この放送はサバイバー揃いですね。今日の雨って強くなるの？これから来ると思いますけどね。ちょっと X バンド見てみます。昨日見ましたよ。忙しい。X バンド。どうだ。あー、来てますね。じゃあ本当にここの辺りかな。てかこの辺りもう柏あれ、雨雲来ましたね。どんな DNA、 ああ、 DNA か。柏餅、ロボは将来どこ。すいません、教育はできないんですよ。ただどうだろう、これ守谷から帰った方が早いのか、
柏とかまで行った方が、あ、流山ってこっちか。流山までも 雨来てますね。柏近いけどそっち行ってる間は今来そうだな。あと砦っていうとこまで行ったらエクスプレスですかね。乗ったことないし、そうしようかな。じゃあもう諦めてメカベ行こうよ。メカ、TCS の特殊 TX の方が早いですか。 TX ってあれですよね、つくばエクスプレスだから TX でいいんですよね。特殊なら森屋で OK。 じゃあ秋葉原通って帰りますか。やめてもいいです。とりあえず駅のトイレで昨日の夜着てたあの金魚 T シャツに変えて、あと手、また手と顔洗ってさっぱりしてから。取り出から常磐線は前乗ったことあるかな。まあつくばエクスプレスに乗るという目的も果たせるのでこれでいいや。乗ったからってどういうわけではないですけども、やっぱ人生経験として越後製菓正解ですね。とりあえず柿の種食べましょう。あ、そうだ、柿の種のことすっかり忘れてた。あとあの今朝差し入れでもらったあのゼリーの方もまだ残ってるんですよ。じゃあ TX 車内ではゼリーと柿の種で一人宴会を。差し入れあったんかい。そう、差し入れいただきました。駅は砦に高脇内監督がいた時だけ。砦に高脇内、うん、あ、いや、その話はしないです。そばに特殊通ってる。あと多分寝ると思うし。これどっちから、こっちから行けるのかな。電車車載は結構やりづらいので。グリーン席あるの。グリーン席は乗らないっていうかないんじゃないですかね。これが森屋行くか。写真押さえとかないと。恥ずかしい。え、そのなんか格調高い路線なんですかここは。これどっちがどっち、どの駅なんだろう。大概スーツケースに自転車って経理で、キャバラもう雨の中じゃないですかね。サイクリングからは寮に移行すると最初がなくても進んでくのいかやく、うん、進んでく、普通の電車です。わら、普通のですよね、ですよね。おっと、人混みに入るから音量下げるか。和行、手前が関東鉄道、うん、奥が特急。手前が、あ、奥、あ、そうか、上通ってるやつが TX ですかね。ロゴさんに税別案件してみてください。税別も前やったしな。てか今このツールでアンケート取るとあのバグって落ちるので、秋葉原の乗り換えが大変そうなんですよね。本当に一旦外出なきゃいけないし、テレビ出演したことないですが、島田さんは昨日出ましたね。その話か。裏、あ、日立の秋葉で、いや、もう昼は食いました。エレベーターで行けるかな。このエスカレーター登ってったところが TX かな。しゃべります、しゃべります。っていうかあんた方が、うん、ライターさんはまるまる30分か1時間か個人の特集だったんですよね。あれすごいよな。そっけ、どこでやるかな、パッキング。あ、これエレベーターあるからこうしよう。これは何の建物か。お、スパイコン、あ、このガリガリってことですね。あ、ライダーさんは以前自転車旅行一緒に行ってた人です。よし、袋詰め一応見せるつもりです。じゃあ GPS を、結局やっぱり GPS は、てかバッテリー5分の4ぐらい残ってるんですけど、違う、5分の2だった。やっぱ持つな電池。で、取り込んできたエリアのギリギリでしたね。途中ちょっと西にはみ出したけど、すごいよな。守谷駅が取り込んできたデータの左端でした。西の端。そう、最近買いました。ちょっと通販のトラブルでもう死んでしまった店から買ってしまって1ヶ月ぐらいキャンセル待ちになったけど、広く、ちょっと待ってくださいね。トラックを保存で
徹底して、あ、こうして前言われたな、でトラックを削除します。で、あとですね、このルートの今日の距離、あ、出ないか、日本全国多分入ります。取り込むの時間かかりますけどね、ネットから落とすんで。今日の距離は、お、40キロも走ってる。ちょっとびっくりしたな。30キロぐらいだと思ってた。これはあの GPS ロガー地図付きです。炭酸電池2本で2日分ぐらいのサイクリングに耐えられます。丸2日はちょっと足りないかな。実はですね、こいつにあの保証が効かなくなる非正規のパッチを当てて、そうですね、本当ぴったりでしたね今。とか、いや、配信は車内配信は私寝てしまうんで無理です。動画専用、ほぼそうですね。じゃあちょっと待ってください。お茶が、ああもう水、ちょうど飲み物全部なくなった。結構飲んだな今日は。よし、分解開始です。ちょっとあのそこら辺にカメラ、あのヘルメットとカメラを置くので、ナビゲーターそのせいでぴったりなったのか、測ってたんか。あ、そうだ、今回ですね、実はこれ見えるかな、超ネジが、なぜか超ネジがこの昨日の朝来た時にですね、湯浅駅について見てみたら超ネジがなぜか2本もなくなってて、なんでなくなったんだあれ。だから超ネジ 4本中の1本実はついてないです。ただ4本ともつけずに1週間ツーリングしたことも過去にあるので、超ネジどっかで買っとかないとな。ダブルナットペダルがこれなくてもまあ大丈夫ではあるんですけど、 ガタガタになるんで、どっかで貸し始めると思います。まあ、1日2日だったら特に問題ないんですけどね。硬直、あ、なんて、じゃあペダル、あ、小さいやつですね。じゃあ、カメラどっち置くかな、 そっちに置くか。じゃあじゃあどうせ ここから動きが少なくなるから解像度上げときますね。ジョイフル、ああ今日この時間だったら振り返りできるかも、ちょっとわかんないですけどね。まあ多分やれると思います、この時間に帰りゃ。で、私はコメントは iPhone の方で見るようにして、ちょっと待ってくださいね。電車の振り返りしない、しない、うん、もう撤退します。コメントしとく。普段の生活では使ってないですね。超ネジはフォーマックとかで、フォーマック、これでよし。じゃあここでもうマイクで私の声はもう遠くしか入らなくなります。これで画角 OK ですかね。締めそうなって。コメント iPhone のアプリです。こんなもん。あ、そうそう、あの滑覆は上がりました。滑覆。コメント、あのアプリは2個目子、2個目までがカタカナで、子は子供の子。
じゃあ横に行こう。六角電池ですね。アーレンキってやつ。これから逆さにします。この趣味はないけど、笑い物にするのもどうかなと思います。いっぱいそう。フライングサーカス。周りが広々してるんだ、ここ。
でもないですよ、濃いですよ。あ、こっちか。すねぎは割と自信あり。オイル26インチですからね。そう、結構でかいのはでかいですね。今折れないですね。折れるタイプのデモンタブルっていうのもあるけど、そう、いや、折らせますよ。うん、袋は結構丈夫な生地でできてますが、あとはあのギアを、これ前のギアは絶対一番外側にしてないとギアがむき出しになって破れる。北千住、あ、そうですか。ちょっと調べてみます、北千住の話は。どうだろう、ペダル外さなくてもまあまあいけるんですが、本当は外した方がいいです。ギアで検査させてください。そう、トゲトゲ足切りますよ。あ、プランク、プランク、じゃあキャバラかな。あの、寝過ごすこともなくなるし。キャバラから京浜東北線ですね。途中から定期使えるし。よいしょ。あ、ゴーグル撮ってます。あとヘルメット入れれば完成です。天気見て、いやいや、もう素直に帰ります。眠たいだろうし、今は感じないけど。じゃあこれでこの配信は終わりますが、終わらせるためにはこのヘルメット動かさなきゃダメだな。インコ袋オーストリッチ。よいしょ。ミッチサイズどうなんだろう。フレームはそうですね。よいしょ。じゃあゴミ草ぐらい生やしたっていいですよ別に。じゃあこれで終わります。ん、後ろに積んでたカバン、あ、ここにカバンならここで寝てるぜ。うん、じゃあありがとうございました。配信はこれで終わります。じゃあ今日は多分振り返りやれると思います。それではありがとうございました。またぴったり、あ、本当だ、そいち。じゃあ GoPro の方もこれで終わります。ありがとうございました。